長いスリーポイントのシュートです。おー、スリーポイント、ここブレックスディフェンス成功。前へ、あー、奪った、松脇、そして岸本が、岸本対葛西、おー、葛西は期待されたディフェンス、岸本はスリー決めた、ホーンズセット、いたんですね、岸本スリーポイント、決めた。右からやってくるんですよね、はい、左のということでしたけど、その伊藤のスリーの後、松脇にボールが入っている。岸本のスリー、ここよく決めました。ロングスリーが決まって、パークスがフリースロー、いずれも2本とも落としてしまいました。あっと、大丈夫か、中心動けない、入っちゃったかもしれない。岸本シュートが決まっています。ここでプレー止めます。今村です。あー、ブレになってますね、4対2、ここを通してきて今村、タイムアウト、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ。まあ、スリーゾーン、今季は何度かこのゾーンディフェンスもやっている新潟です。外から岸本、ディープスリー決めた。左のコーナーに松本です。ワシントンもゲームに入っています。岸本決めた。このディフェンスですね、はい、岸本スピードのミスマッチ生かしていきました。東京オリンピックの 3x3 の代表選手でもあります。岸本高い、前ですね、前、そんな印象を受けます。さあ、最後の10分始まりました。大事な第4クォーターの入り、ダーラムが決めました。第4クォーター、琉球得点の高い2点の方を狙いに来たのかもしれません、はい、逆に岸本、あー、綺麗に決めました。岸本のまたドライブ、外に出す、小野寺ワンタッチして松脇に任せるか、もう一度岸本のスリーか、あー、決まりました。岸本なんかスリーポイントは高確率ですが、松脇もう一度もシューターです。岸本のスリーポイント、ジャンパー決めます。インサイドの得点が伸びるとスリーポイントっていう、ボール奪う、岸本が狙う、いいですね、こう志賀はゾーンディエンスに切り替わってます、はい、うん、岸本のディエンス、キング、いやー、クーリーのブロック、ナイスディエンスですね、はい、岸本よく周りを見ています。ダーラム、そして再び岸本、スリーポイント、決めてきました。一旦外に出してコーナーからのスリーポイント、しかしここはまた明日もゲームが行われます。終わり方、どういう攻め方をするのか、あー、相手にまた右のコーナーには小野寺、ナッチの子はここで背面のパスを出して、クーリーがしっかり決めました。さあ、残り 4.3 秒、琉球が誰に預けるか、ダーラム、岸本のディープリー決まった。これないと打ちますよね、これが岸本、スリーポイントの確率になっております。そうですね、もともと彼はアシストもスリーポイントもある選手ですから、はい、岸本のフローター決めていきます。シーズン過ごしていく中で自分の浮き沈みありながらでもですね、第2クォーター残り10秒を切っています。岸本そのままリムアタック、そしてクーリー見えている、エンワン、第2クォーター終わり際、そのコンビネーションが生まれました。ナイスリムアタックですね、岸本選手ね、そうですね、ランダルといえばスリーポイントももちろんあるんですけれども、リムアタックからのファウル、あー、これは完全に空いていた、あー、ここはさすがに川辺ヘッドコーチタイムアウトを消費、最終的にはスリーポイントも4分の3で沈めていた今村でした。さあ、その岸本がフローターお返し起動、ここに行くまでちょっとチグハクしてしまいましたね、時間を使ってしまいましたね、はい、ちょっと外してしまいました。岸本のスリーポイント、これなんですよね、なんかちょっとフルアップジャンパーですが、これは外れます。岸本スピードを生かしていきました。ここでそうですね、シュートパーセンテージね、数打ってなくてもね、パーセンテージがいいんでね、うわ、そんなにトップ
ープでダンカン岸本がもらいます。岸本ビッグ3狙う、決めて今村キャッチアップ、シュートは落ちる、クーリーのリバウンド、岸本が3本連続、今村ここは岸本、岸本のフォーカーシュート、リートップを誇る選手の確率だったんですが、ここに来たか、外してているのか、なんとか岸本フリーで打つ、スリー、ダンカンに落とす、ダンカン、精度が効いています、ここもフリーにしている、今回はさっきと同じような形ですね。そうですね、ちょっとあの長野選手が必要以上に寄りすぎてるなっていう、そして11点差でスタートした第3クォーター、10点差チームのよくです、岸本の3、さすがです、激しいコホテラ、岸本の3、さすがだ、得意の左斜め45度から岸本3展開です、くるっと待って、いやこれはナイスパス、クーリー決めました、いいじゃないですか、ね、そうですね、はい、エンドワンということになりました、さすがですね、ダーラムとマーフィー、モータムがヘルプに来る、ヘルプサイドにパス出して、岸本もアタック、今度はダーラムアタックして、今村、今村、今度岸本のアタック、あーマイク、ここはダンカンが取る、素晴らしいルーズボールから小野寺コントロール、クーリーが来ます、岸本も行った、岸本は今度中に入ってパス、クーリー、なんというアシスト、周り見てどうするか、パス、ダンカン、ダンカンとオマラ、うまくボールシェアしますが残り3秒、岸本スリーポイントシュート、これを決めれます、岸本、岸本、岸本スピードに行く、このスピード、短い時間の中で集中力が試されます、後ろから岸本だ、岸本だ、おー、いやすごいですね、岸本、岸本、岸本ですが決めてきました、岸本レッツドライブしてくるっと回ってきました、3点ビハインドの琉球のポジションから、琉球は牧に入ってます、ダーラムから岸本、岸本ステップバック、今村とコブス、バランスキーは小野寺についてます、岸本、プレーになりました、今村です、岸本、岸本のフローター、決まった、琉球連続ポイント、一気に差を縮めてきました、八郎からもう一回ダーラム、ダーラムジャクソン、これ1対1、岸本スリーポイント、これに決めてくる、2分を切ります、ダーラム、岸本ビッグスリー決めてきました、ね、今村にでダーラム、岸本のスリーですよね、今の追加なんですよね、しかしここはリバウンドを入球、岸本、岸本スペース空いたに行きます、ナイスね、岸本中よく見つけましたね、そうですね、岸本スピードでギャップ、スペースショットダーラムです、紹介されましたが、どーし出てきた、岸本スリーポイント、いいシュートですね、さこれなんとか琉球決めたいですけどね、出す、岸本空いていた、スリーポイント、捉えた、追いついた、同点、まあ足られますけどスイッチでもいいんですよね、あもう、あそうですね、あれうまく言うとやっぱりロックかけてるんですよね、もう今村から、そしてダーラムです、ファジーカス、そして岸本、また来るのか、どー、捉えた、
い争いは琉球だ。岸本これまたスリーポイント、バーッと決めた。自身3本連続サミクラッチシューター。ホタアラベ、まだ時間は十分にある。琉球やり返してきました。ドライブで行ってピックアウトから岸本コーナーから、うん、あーこれを決めていきました。あ、このいいドライブ。あーっと、タオまで岸本走る。岸本自らレイアップ。タイムアウトですね。ここでタイムアウトです。キリを作れるか。外に1点、また岸本が受けて外から決めていきました。今の今村選手のパス素晴らしいですね。素晴らしいですね。あー壊れた。かわしてきて岸本。